はい、高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジキルです。よろしくお願いしま す。今日はですね、うん、高須の猛プッシ ュ、私が好きなものを、うん、紹介するコーナーなんですけども、うん、非常に緊張しております。なんでですか？あのね、もう好きすぎてちゃんと喋れなかったら後でね悔しくなる。しかも、うん、準備はしていません、うん、ちゃんとは。ちゃんと準備してません。あのジキルさんがあの飲みに行くか動画撮るか、うん、どうするって言ってきた時しか最近は撮ってないからねいや飲みに行くんやったら飲みながら動画撮ったらええやないかっていうことでね、うんうん、今やってるんですよね。そうなんです。そうやってるんです。で今日はねこれね、もうあらかじめ僕の中で、うん、まあそれ言われてから考え出したんですけど、うん、あの1本じゃ無理ですね今回は。あ、ほんま、うん、パート1です。もう何本でも何本でもあの好きすぎて時間かかるんで、うんうんうん、まあ、何について話すかというとですね、うん、こちらですね、こちらです。かっこいい。まあいっぱいあるんですけど、他にも、うん、もういっぱいあるんですけど、まああのパパパッと持ってこれた分だけで持ってきたんですけど、パパパすぎるでしょ、まあ、いやもっとあるんですよ本当ジューダスプリーストですよ。ジューダスプリースト、うん、着てる。ジューダスプリーストについてこれその T シャツも着替えたの？着替えました。あ、なるほどね。ちょっとドロドロだったんで今日ちょっとあの汚れる作業してたんで、うんうんうん、でなんで今日ジューダスプリーストかっていうと、うん、これなんですよ。これを、うん、読み終わりまして、うん、ちょうど一昨日か3日前ぐらい。分厚。これそれあれですか、例によって読む用と保存用？違います。これはこれね、うん、ま、出た時もすぐ買ったんですけど、うん、もう何ヶ月か前かな、うん、1、2ヶ月前に出てすぐ買ったんやけど、うん、まあ、ちょっと予定的になかなか読み始められなかったのと、うん、読み始めがちょっと時間かかるんですよね本って、うん、あのやっぱこう読み始めてやっぱこの世界観に浸るまでが時間かかるけど、ドライブかかったらもうブワー行くんですよ。でこれももう本当その1週間前ぐらいかな、うん、ドライブかかってですね、もう夜鍋をして読みましたね。あ、でね、その読んでる早い段階で、うん、これはすごいと、うん、面白すぎると、うん、あのいろんな意味で、うん、あのなんだろう、文学的にも面白いし、うん、でこれ自伝なんですけど、このジューダスプリストという、うん、ちょっとどっから話したらいいんだろうあのヘビーメタルバンドですね、うん、僕が大好きな、うん、のフロントマンであるあのボーカリストのロブ・ハルフォードさん、うん、あのの、まあ、今現在70歳ですよ、うん、人生についてもう生まれた時から語り下ろしている本なんですね、うんうん、でもあのいろんな意味でもう笑えるシーンもあるし、うん、いっぱいあるんですよ、うん、で感動するシーンもあるし、ね、うん、でこの人独特の言い回しがあるんですよ、うん、言葉のそれは歌詞にも表れてるんですけど、うん、英語じゃないですか。でも英語読んで意味わからなくても気持ちいい英語使う人やし、で意味も面白い、うん、で本にもやっぱそれが表れてて、これきっとギャグとしてその英語で韻踏んでたりとか、かっこいい英語で喋ってるなっていうのを日本語で読んでても感じるんですよ。だから英語版も買いました後から。なるほど。だけどまだこっちは手をつけられていないんですよ、うん、でさらにこの本が多分人気すぎて、うん、オーディオブックもあるんですよ多分ロブさんが、うん、ロバートがあえてロバートと言いましょう、うん、ロブ・ハルフォード、うん、この本読んで僕の中ではもう愛称を込めてロバートと呼びたくなったんですけど、ロバートが多分ね、うん、呼んでるんですよ。オーディオブックも買って、まだ買ってないんやけど、うん、買って英語の文章読みながら日本語の意味も記憶しながら、うん、楽しもうと思ってるところです。もう研究っすね。まだできてないけど、でそのすごくいい内容だったんですが、うん、まあでもここに行く前にですね、うん、やっぱこっちのジューダスプリストと私っていうことをしたいわけですよ。ああ、なるほどね。できればね、うん、はい、まあ、できるしやるんやけど、まあでもどこから行こうかなっていうのがまだちょっと